今週に入ってからは桜の開花の便りが届くようになりましたね。というわけで改めて桜の開花予想最新版をお伝えします。まずは今週は東京3月14日に桜の開花が発表されました。平年に比べても10日ほど早く統計が始まって以来最も早い開花の発表です。そしてこの東京の桜の開花に続いて 横浜でも桜の開花が発表されました。3月15日に開花が発表されまして、こちらも平年よりも10日ほど早い発表です。このように桜の開花が早まっている原因の一つに気温にあります。横浜の3月に入ってからの最高気温を振り返ってみましょう。緑色の線が平年の気温、オレンジ色のところが最高気温です。 こちらを見ていただくと3月に入ってからほぼ毎日と言っていいほど平年よりも気温が高い日が続いていました特に3月の10日前後では昼間の気温が20度前後にまで上がり5月中旬並みの暖かさとなった日もあったんですこのように季節先取りの暖かさの日が続いた影響もあり桜の開花が早まっているように見られます では、改めて最新版桜の開花予想です。前回の予想よりも西日本では3日ほど予想が早まりました。今週にかけては福岡や高知、名古屋からも桜の開花の便り届きそうです。そして、東日本から北日本にかけては前回よりも5日ほど桜の開花が早まる予想となりました。 特に今回、桜の開花が記録的に早くなりそうなのが東北地方です。この原因もやはり暖かさにありそうです。仙台の3月に入ってからの気温の推移を見ていきますと、やはり平年よりも気温が高い日が続いています。3月の8日には日中の気温22度と5月下旬並みの暖かさとなりました。 このように季節先取りすぎるぐらいの暖かさが続いた影響もあり、記録的に桜の開花が早まりそうです。こちらを踏まえて改めて桜の開花予想日見ていきましょう。仙台でも今月末には桜の開花が予想されています。これは普通に比べると2週間ほど桜の開花が早い予想となっています。そして4月の下旬には北海道あたりでも桜の開花の便りが届きそうです。 というわけで、今年の桜、え、特に開花が早まっています。皆さん、お花見の予定は早めに立てたほうがよさそうですね。